おはようございます。地担当ホームユニットする地域障害者です。今回はこちら東海市4回目の散歩、30年ぶりの元浜です。ウプ主はこの辺りを30年前に来ていたんですね。この辺りに30年前に来ていたんですね。30年前、さつき学園というところがあったんですね。まあ先ほどのカレーライス戦では言いませんでしたが、もう30年も経つんですね。何もかもが変わっているんですね。30年も経ってしまったから。ここは大道特殊工の会社になってますね。元浜寮さんになってますね。30年前と今の記憶とでは全然食い違うと言いますが、本当にそうですね。それでお年寄りがバスの運転手さんやら電車 の乗務員さんやらに丸々行きますかねって質問するんですね。記憶と全然食い違ってるからそういうことが起きるんでしょうかね。とりあえずウプ主も今ちょっと混乱してはいるんですが、元浜の散歩すごいですね。今からちょっと温泉に行きますが、何しろいろいろありますからね。いろいろあってちょっと首の方にちょっと痛みがありますから、今から温泉で癒しに行くところなんですわ。昔はこの程度の場所だったら原付で行けたんですが、今はちょっと訳ありで原付を貸しているものですから、この辺りは散歩するには本当大変な場所ですね。ていうかもう2分経っちゃってるよ。この辺りは確か海に近いんでしたね。それで東海市って言うんですかね。東海市すごいっすね。ほんとすごいっすね。もう4年、もう30年近く経っているけど、何もかもが変わってますね。なんせこの辺りのものも何もかもがというか、この辺りを歩いたことは一度もなかったんですからね。で、今この辺り歩いているんですが、目の前に公園がありますね。この辺りは本当に公園が多いですね。元浜公園だけじゃなくて、こんな公園にまである。なんだあれ。聞いたことのない会社もありますね。本当に何もかも変わってしまいましたね。本当に世の中は移りやすいものですね。あれからもう10年20年と経ってしまってはいるんですが、年は取りたくないけどやっぱり取ってしまうもんなんですね。4分ですね。4分経っちゃいましたね。それじゃあ後で、そうですね、じゃあお風呂入った後でここまで撮った映像の確認でもしますか。そしても視聴者さんには知らんがな情報ですけどね。
あ、5分です、5分です。あ、まだこの辺りでもある程度はミンミンゼミが来てんですね。つくつく、完全につくつく星になったわけじゃないんですね。ご飯食って元気になったね、友蔵さん。暑いっすね。うん、暑い。で、変わったところはもう一つあるかって問われれば、当然こんな素晴らしい温泉なんかなかったんですね。なかった。では温泉に入る前にちょっとバスの時間を確認しましょうか。あ、2時半です。あ、失礼。まあ、ちょっとだけ映り込んじゃいますね。まあ、そうですね。2時半か。今何時ぐらいだろう。じゃあ11時半だと仮定して、嫌だったっすな。とりあえずここから、そうですね、大田川駅に行きましょうかね。ではとそろそろ温泉に入るので、ここで終了したいと思います。それでは東海市4回目の散歩、元思い出 の元浜地区 をうろつくを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。